ニューヨークのマンハッタンにあるクロームハーツ、ストアクロームハーツのフリーダムサングラスクロームハーツは、アメリカのリチャード・スタークにより1988年に設立された925シルバーアクセサリーの高級ジュリーブランド。銀製品以外にも、22K エローゴールド、18K ホワイトゴールド、最高級品質の革製品なども取り扱っている。すべてのアイテムは、ハリウッドで作られている。 アメリカファッションデザイナーズ協会アクセサリー部門、最優秀小受賞。クロムハーツの正規専門店1960年5月19日、ニューヨーク州ユーティカで生まれたリチャード・スタークは、最初は、ダイクの見習いとして、建築会社で修行していた。同社は建築の他に、比較製品輸入業も行っており、スタークは商品に身近に接しているうちにダイクを、諦め、 比較製品のセールスに転身することを決意した。もともとバイクが趣味であったこともあり、愛車のハーレーダビッドソンで全米をセールスで巡回している間に、同じ比較製品のセールスをしていたジョン・バウマンと知り合い、バイク用比較ファッションの共同ビジネスが始まった。二人はビジネスの傍ら、既存のバイク用ファッションに飽き足らず、自分で身につけたいファッションを求めるようになり、 常金職人であったレナード・カムホートを引き込み、バイク用比較ファッションのビジネスを始めた。現在のクロムハーツの主力商品であるシルバーアクセサリーは、もともとバイク用比較製品のボタンやファスナーなどであったが、デザインの斬新さが特に広告戦略をせずとも、口コミで全米のバイク愛好家の間で評判になり、単独商品として販売されるようになった。現在は、 ボタンファスナーだけでなく、ペンダントや指輪、ブレスレットネックレス、メガネ、子供用製品など、多種多様な商品が販売され、手作り加工で商品数が少ない上に市場人気が高いこともあり、入手しにくいファッションブランドの一つとして挙げられるようになった。発祥の地であるアメリカでは、ハリウッドの映画スターやミュージシャンなどの世界のトップセレブリティが愛用している。 ことから人気になり、日本でも有名芸能人、タレントが愛用していることから、人気に拍車がかかる状況となっている。ツアー衣装の提供をした関係で、氷室京介がコラボレーションアイテムを展開している。コムデギャルソンでは、クロムハーツのボタンを使用したシャツのタグに、クロムデギャルソンというタグをつけていたこともある。日本国内における正規専門店は、東京、大阪、 名古屋、福岡、神戸の各クロムハーツ直営店舗、全国ユナイテッドアローズ系列各店、岩手県盛岡市のインテレクチュアルギャラリーのみである。なお、日本国内で最初の正規代理店であったインテレクチュアルギャラリーは2012年3月末日をもって取り扱いを終了している。世界の正規専門店はアメリカ、日本、香港、フランス、イングランド、 台湾、韓国、中国、大陸、サンバルテルミー島にある、http c f d a .com、CFDA フ,ファッションアワーズ。ありがとうございます。